今なんか楽しいことありますか？毎日楽しい。毎日楽しい。すべてが楽しい。仕事以外でどうですか？趣味あるの？テニス。テニス楽しい。楽しいですね。無趣味ないよな。そうなの。それ。これで、だから、休みはでも日曜日と。まあ汗が。何が違う？違う。アイデア。ああ、なるほど。だから3つもあるでしょ。はいはい。もうやっぱりクリエイティブなところって出てこないの、発想が。だから銭湯行くと、銭湯行ってサウナ入ると出てくる。出てくる。出てくるの。出てくるの。ひらめく。ひらめくのよ。休みの時に行くんですか？そうそうそう。普段は行かない。だそういうの。週間に2回から3回ぐらい。出てくる、バンバン出てくる。一人でいいですか？一人一人。だから出てくるために行くで、出てくる。アイディアを置くために行くんだから一人。俺だ。楽しいよ。本当楽しい。例えば平日の日中なんかだったら結構町工場の社長さんが結構なんか呼んでちゃってなんかなんかちょっと面白い話を結構やってるとか。どうですか？お客さんはどういう話？そう平日の日中よ。日中。平日のお昼ね。お昼が空いてるわけよ。はい。社長さんが、町工場の社長さん、町工場じゃなくても社長さんが、会社のちょっと抜けて、僕が来たり、もう来る会話で来てる。結構、相続税とかね、親父さんのことがあったり、遊びネタのところがあって、なんかこれ、ここに見るし。全然知らない人と話になるの。そうそう。ただそこになんか出てくるわけ。出てくる。とりあえずだから例えば一つ何かの商品を作りましたと、商品を作り上げましたと、あとはじゃ あのどっから切り込んでいく、どこのマーケットにどういうものに向けていくのか、売り方っていっぱいあるわけじゃん。例えばモニアルサプリメントとかいうと、これ美容室とかサロンさん店だけにこう販売していくものにするのか、医療機関先輩にするのか、それがもしくは先代行こうですじゃあ B2C でじゃあダイレクトに重なっていくのかとか、いやそうじゃないなと、もうちょっと面白いかな。例えば B2C で B2B であったって、例えばスポーツクラブだけにしか置きませんとか、いろんなやり方あるわけ。焼肉屋さんにしか置きませんよとか、こういうコースドリンクとか、はい、でしょ、はい、だからいろんなやり方あるわけなん でそこでじゃあどれぐらいのプロフィットが必要だから、どれぐらいのことでどうやってやらないといけないかとか、いっぱい考えないといけないことがある。何の話だよ。いやいや、仕事以外の楽しみというか、ないんだぞ。ないそれだけ。基本でも仕事に入ってくる。全部それだけ。で、趣味するでしょ。趣味があるでしょ。はい、仕事になるのよな、これ。例えば、あなたテニスでしょ。はい、テニス。テニス好きでしょ。はい、僕はテニスしないけども、例えばテニス好きになると、そしたらラケットを、マイラケット作ろうかなとか、例えばテニス、こうもっとこういうふうなものを作ったらもっと売れるのになとか、ラケット一つ、出てくるわけや。どうしよう、じゃあ趣味じゃなくなるんだよ、これ。とか、あのテニスコート広いやん、ものすごく。大変なんや、こっち走り回るの。俺も1回か2回でもうパタって倒れるぐらいに行くけど、あれをもうちょっとサッカーで言うと、あれ何だっけ、フットサル、あれみたいにちょっとミニ版にして、ラケットもちっちゃめにして、新しいルールのもとのスポーツできない。だからサッカーだからフットサルよ、サッカーでフットサルやからテニスじゃなしに、ミニテニス。いや、それちょっともうちょっと気になる。いや、ミニテニスはありますけどね。あるだ、そういうのをやり、そういうのをより出したいとか、結構なんかビジネスがある。俺の趣味で何がおもろいの？見てる人全然面白く、楽しく、エンジョイライフ仕事だけやダメでしょ。違う、軸足がそこにある。
でもちょっと外れた足もあるわけね、うん、まあまあまあ、まあ、でも経営者なんで、なるほどなるほど、うん、経営者でそれだけの従業員がいるわけだから、うん、やっぱりね、うん、まあ、私も経営者センスやってますけども、うん、まあ、そこからお客さんが広がっていくというのは意識してますわね。あの保険代理店でしょ。そうそう、あの詐欺みたいな、保険に勧誘するやつ。そうです。あれ全然売れなくなったでしょ。でもいや、もうトップセールスです。あ、今は個人向けの保険はあんまり、あれ、あのなんだっけ、うちにたくさん売りに来たよ、あなた。全損とか半損とか。全損ありますよ。要は利益出てる会社の利益を、これまあ脱税じゃないよね、節税ね、そうそうそう、節税効果、節税効果のために、ね、法人に買ってもらう、はいはい、もう売れないでしょ、もう売れない。いや、売ってます、なってます。あ、そう、あります、うん、それは制限がありますよ。昔みたいに大きくはないですけども、年間300万とかね。まあ、よくはその話、今日は保険の話だもん、保険ばっかりでな、何でも安いもんな。何でも安いもんな。はい、で、趣味ですね、うん、あなたはテニス、それでいいじゃん。テニスね、はい、うん、まあ、週に3回やってますけど。ああ、いいね。いいですよ。うん、なるほどな。うん、まあ、なんていうの、その、趣味は趣味で、まあ、うん、本当ね、趣味の話、まあ、せっかく出たんで、はい、あれなんだけども、僕の考え方、こう趣味出た、これからもう今、あなたパナソニックでいたでしょ。はい。大きな会社よね。はい。うん、で、何歳退職したの。32、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 32
僕今はあなたがその起業した時ですよ、うん、だから何年前30年前30年前と比べても全然時代が違ってるわけよ。もう終身雇用ないでしょ、もう完全に、うん、そうですね、はい、ないよね、はい、で会社は企業は副業していいですよと、うん、はい、副業してあなた方はあなた方の人生を自分で守ってくださいよと、うん、定年、何歳だ今65、そう、うん、国も面倒見ませんけど70歳まで働きなさいよと、はい、今後は、うん、75歳まで働きなさいよと、うん、で会社も面倒見れませんと、うん、だから副業してくださいよと、はい、自分は自分で自分の人生、うん、設計立てていってくださいよという世の中でしょ。そう、昔はもう副業ダメだったでしょ、はい、でさっきの趣味の話に戻すと、うん、僕の考え方は、まあ、皆さんいろんな趣味持ってると思うんだけども、うん、やっぱり趣味から起業する、これは一つまたいいと思うよ、うん、一つね、はいはい、うん、要は、自分の価値をもう、うん、なんていうの、とことんまで高付加価値として、世の中に提供できる、うん、でチャージできるっていうのが趣味の世界だよね、うん、まあ楽しいですからね、楽しいからもう時間も忘れて、はいはい、でしょ、楽しい生活になりますよね、うん、まあ、あともう一つ の例えば企業のモデルとしてはどちらかというと困っていることに対してこうアプローチするもの、うん、例えば、さっき言った保険だったら、うん、要は利益がたくさん出ました、うん、これなんとかしないといけない、うん、だからどっかで逃がさないといけない、うん、節税しないといけない、うん、じゃあこれ私の方がお助けしますよっていうとか、はいはい、あなたがやってるね、そうですね、とか、はいはい、あと、まあ、まあ勉強も一緒、あなたがやってる塾ね、はい、塾もやってるでしょ、やってます、ね、うん、あれも結局は勉強して成績を上げて、はい、成績が低いから入ってくる、はい、でもう少し成績伸ばすために塾で勉強する、はい、そうでしょ、はい、うん、そういう要はなんていうの、その世の中をニーズというかね、助ける、うん、困ってることを助ける、はい、ビジネスと、はい、あと趣味の世界から延長線上っていうことは、うん、なんだ、うん、本当に純粋な趣味の延長線上だから、うん、本当に楽しいことを提案していく、うん、わけよ、そうですね、わけよ、だから趣味で副業、起業する、副業を得て起業するってのはものすごくいいわけよ、はい、ものすごく、はい、僕の場合そうだから、これ、うん、これね、趣味から、はいはいはい、でしょ、はい、うん、これはどうか、これはちょっと、うん、まあ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 もちろん、はい、でなんで、はいはい、なんで、はい、ただ趣味といっても、うん、本を読むとか、うん、音楽鑑賞とか、うん、あとはあなたのテニスね、うん、これもなかなかこう本業に企業につながりにくい、うん、そうですね、そう趣味のね、趣味からの延長、そうだから趣味の延長線上で何か一つのビジネスをやるっていうのはいいんだけども、起業するっていうのはいいんだけども、例えばさっきも言ったこの動画撮ってるビデオ撮ってるけども、動画編集とか、うん、あとは要はパソコンとか、うん、そういう IT ね、うん、これを使ってこのスキルを、うん、の延長線上で何か起業するっても結構これ早いのよ、サイクルが、うん、
なかなか一つ自分が開発したものプログラムでもいいじゃない、それを世の中にリリースしても後ついてくるのがあんまりにも早すぎるのよ、パクられるというか同じもの出てくるから。だから僕はやはりもの、形あるハードのものを作り上げていくような、企業のモデルの方が趣味の延長線上で、ね、絶対いいと思う、それも、飛び抜けた息よ、息で。もうものづくりですか。ものづくり基本よ、一番よ。ものづくりが基本なのよ。で、今までの日本はね、そこそこの品質の工業製品やったでしょ。そこそこの品質、もう要は売れる時代だから。あなたが子供の時なんかは、でしょ、はい。冷蔵庫出せば売れる。そんな古ないか。いやそうですよ。そうでしょ。白物家電。パナソニックでもう。でしょ。水道方式ですね、出せば売れる、出せば売れる、いるんだ、需要が方が上だったから、今もいらないのよ、そんな。たくさんありますからね。でしょ、で、その時に日本企業は何したかというと、今度は製品の品質とか、いろんなものばっかり追いかけ続けたわけよ、一生懸命、品質であったりとか、あとは何、付加価値なんか、いや、欲しい、もう使いもせねえ、なんか、機能いっぱいくっつけて、でしょ、いらないものばっかりくっつけて、一生懸命売ったけど、俺ももう売れないのよ、そもそもが。でしょ、もっと価値がね、いろいろ。そう、今の時代はもっとシンプル、シンプルでかつ製品であるんなら、まあ家電製品は僕わからないけど、ものを作る、ものづくりをするんであればアート、アート、美術的な要素をそこに、要はアート、それをそこに組み込んでいかないと、なかなか難しい。アートなの、ものづくりって。ものづくりアートよ。メーカーはアートじゃない、ダメ。ダメ。だからその大企業の話じゃない。これ今から、え、はいはい、自分で趣味の延長線で起業する。一、人でもやっていける。ね、一人でもやっていけるものづくり。まあ当然自分で全部作れないから外注さんに出すだろうけども、その中にやはりアート的な要素っていうのは組み込んでいかないと、高単価では売れない。利益はしっかり取れない。だからモデルとしてはイタリアとかフランスとか、ああいうようなイメージになっていかないとダメだね。フェラーリ、ランボルギーニ、あなた好きでしょ。好きじゃない。好きじゃないですけど。お前ら好きいや、あれはだからああいうのも、ああいうのも煮詰まった時、だから例えば何かアイデア一つだ、作ろうとする製品であったり、これとかね、でこういうパッケージでもそう、何か煮詰まった時にもうあーって出てこない時にああいうのがあるといいわけよ。これもそのアートですか。そう、アートよ。アート、全部アート、と思わないとダメだってことなの。わかる？はいはい、そうそうですね。自分の作品は全てアートだと思わないといけないわけよ。アートです、アート。そう、アート。何話、何話だっけ、趣味からの起業。そうアートが必要だと。もちろんですよ。ただの工業製品ではダメなのよ。もう売れないのよ、そもそもが。でしょ。なるほどね。まあ、付加価値をつける、付加価値イコールね、まあ高く売れるということなんですけど、ね、高くということはどういうことかというと、利益をしっかり確保するということなんです。原因になるんですね。だからまあ一人で本当起業したりとか、そういう自分の趣味の延長線上の価値、ところ延長線上のものがやっぱただよ、ただその趣味の、自分がやろうとする中でもやっぱり一番上にいないと、上のクラスにいない、そこまで飛び抜けてやってないとダメだから、トップレベルだと意味ない。絶対意味がないです。絶対にダメ。だ趣味だったらできるんだよ、それが。それに趣味だったらできるよ。できますか、ね、できる、できる。好きなんだから。まあ、それを見つけるのは話が早い。まあ、それとこれもそうだったわけですね。そう。トップレベルと。まあそれはもう見るのはあいつトップレベルじゃなかったって言うと思うかもわからないけど、ただ僕の場合はこれマーケットを日本持っていかなかった、全部外に行った。めんどくさかったから、マーケティングね、いちいち電話があったし、めんどくさいことがあったから。マーケティングじゃない、マーケットメイク。マーケティングっていうのは基本的に顧客管理のようなイメージだから、わかる？あ、そうですか。わかる？マーケティングっていうのは基本的に顧客の管理のような意味合いになるよ。だから例えば趣味でも、自分が極めて、まあまあ入るよ、自分が極めて一つの趣味を、じゃあ世の中にないとしようや、それが、そういうカテゴリーの、例えば魚釣りだとしようや、魚釣りでも釣りって魚の種類によって釣り方が違うわけ、全部違うわけ、魚の数だけ釣り方があるわけ、
あるのよ、うん、OK、はい、でじゃあ今度その魚をアジだとしよう、アジ、アジ釣りでもアジ釣りでしょ、魚の分だけこう分かれてて、種類の分だけ分かれてて、さらにアジにしよう、アジ釣りでもアジ釣りの仕方が何種類にも分かれるわけ。ただサビキ釣りで釣るのもありだろうし、ギジェルアこんなちっちゃいルアーで釣るのもありだろうし、いろんなやり方があるわけ。じゃあこれがじゃあ世界ではやってなかったらどうなるの、日本ではやってるけども世界ではできなかったから、これ外国へ行くとマーケットメイクになってるんです、新しい市場になってるでしょ、マーケットメイクね、マーケットメイク、マーケットメイクが一番、だってないんだから、その市場が、あなた先にニーズって言ったでしょ、ニーズがそもそもない、潜在的にはあったんだけど今現在はないところにサービスとか商品を当てる方が話は早い。終わったな、これだった、すごいな、もう聞き方もあ、ちょっと最後まとめな、まとめこれまとめ、まあ仕事以外で、まあ、楽しいこと、ただ趣味から、まあ、仕事にもつながるといった人生すごいね、お前会社にやったことある、あるわあるわ、ちっちゃい会社、会社の中でどうなるか分からない、ワンまだそういったもので楽しいことからビジネスにつなげていくということですね。そうそう、一番それが楽しい、一番大事、ライフイズエンジョイ、エンジョイライフ、エンジョイライフ、エンジョイライフ、はい、エンジョイライフ、今日も楽しんでいきましょう、はい、一回行くよ、はい、最後までご覧いただきありがとうございます、チャンネル登録はこちら、ぜひお願いします。